ゆうとび、本日の動画はこちらでございます。今最も熱いレンズたちで写真を撮っていく。ところ早速撮っていきましょう。はい、ということで本日もね、森に写真を撮りに来てみたんですけども、今回はですね、皆さんこちらです。こちらシグマさんのですね、最新の4本のレンズを使って写真をね撮っていこうと思います。こちらがですね、まず 60-600mm 手ブレ補正とね、オートフォーカスのスピードがもうとにかく本当に素晴らしいやつ。そして 50mm の F1.4 アートレンズですね。描写力がね、もう今出てるレンズの中でもね、もうトップ級にね素晴らしいレンズ。そしてこの2本がね、最近出たI シリーズ 17mm の F1.4 と 50mm の F1.2、 全部金属削り出しでね、もう質感が本当に素晴らしい。所有欲も満たされるね、新しいね、あの価値を提供してくれるこのレンズ2つ、このね方々を使って今日はね、ちょっとあの自然の写真を撮っていこうと思っております。そしてですね、この動画の中でですね、このね4本をね使ったね、ちょっとなんとゆうとびまたね、ヨドバシカメラさんでねイベントをさせていただくことになりましたので、そちらもね、あのちょっと告知させてください。めっちゃくちゃ楽しみなんで、それも。ということで、今ちょっとね、まだもう午前中で鳥がねめっちゃね鳴いてるんで、この 60-600mm で野鳥撮影していきたいなと思います。前回はね、あの飛行機の撮影とかしたんですが、野鳥でもね、果たしてね、このレンズはね実力発揮するのか、やっていきたいなと思います。ということで、早速急いで撮っていきましょう。キビタキと三校長が泣いとる。いや、キビタキあれ何話か泣いてるんですが、三校長の声も完全にしたぞ。いや、オスみたいな、オス。ほい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 言うとったぞ今。飛んでった。どこ行った。キビタキがいました。キビタキいました。キビタキのオスです。ちょっとだいぶ遠いんですが、なんとか撮られました。こちらキビタキさんです。ちょうどサイズで撮ります。かわいいですね。キビタキもね、あの夏鳥なんですけども、さえずりが綺麗で有名な小鳥ちゃんでございます。今年はキビタキ率が非常に高い。ちょっとね、今ちょうどね、これ 600mm でね撮っております。あ、飛んでた。またちょっとこっちの方に行きましたね。こっちの方に。うわ、なんか久しぶりに来て綺麗見れた。最近なんかあんまり見なくなった気がするんですけどもね、数が減ったんかな。来て綺麗はね、こういうお腹がね黄色くなってて、そんなに珍しくないんですがね、ちゃんとめっちゃ可愛い。あ、なんか虫取って食べてる。すげえ、いきなり食べた。結構あのなんか白赤霊とか素黒赤霊とかね、白黒のねこの赤霊類は見たことある方も多いと思うんですが、あー、どっか飛んでいったかな。このね奇跡霊っていう鳥はこういう川沿いとかによくいるので、ぜひ探してみてください。可愛いですよ皆さん。あ、写真撮れんかった、どっか行ってもった。いや、それにしてもこの 60mm の標準域からの 600mm まで寄れるというね、驚異のこのね10倍ズームですね。飛んでいった。直進ズームも使えるんで、非常に早くズームができます皆さん。はい、ということでこんな感じの写真になりまして、なんとかね、まあ、キビタキを収めれたんですが、なかなかめちゃくちゃ暗くて、しかも遠くて、 ISO もねもう8000まで上げたんで、ちょっと若干ノイジーな感じになっておりますがね、でもまあね、キビタキさんもね、もうこれぐらいまではね撮ることができました。背景のね、あの緑色のねボケ感もねしっかり綺麗ですね。縁 6.3 なんですけども、でちょうどね、あのキビタキのメスもおって、ずっとなんかこのねつがいで2羽であの移動してました。これちょうど今ね、これもう夏通りなんでね、日本でね夏を過ごして子育てして、またどっかで飛んでいくっていうことなんで、つがいで多分なんかあのディズニーみたいな感じでしょうね、ここが。ほんでですよ、このレンズもうね、手ブレ補正がねほんまにすごいんで、動画で撮るよりもね、こう写真で撮る時のねピタッと止まる感がほんまにすごいんで、三脚に乗せて撮るのもありな、もちろんありなんですが、なんかもうこんだけ手ブレ補正効くんやったら、ね、手持ちでね撮りたくさせられるような、そんなレンズやなとね改めて思いました。でオートフォーカスのスピードもねスッとねあって、非常にね使いやすい。でこのレンズもですね、あのね、あのイベントでお試しいただけますので、
そのイベントがですね、この度なんとゆとびまたまたですね、ヨドバシカメラマルチメディア梅田地下のね、あのめちゃくちゃ広い2、300人入れないとダメなホールでイベント開催決定しました。もうまたどうしよう、2回目とか人集まるんかな。で今回は、ね、この動画でもね使ってますがシグマさんとですね、あのイベントをねさせていただくことになりました。で今日ねこの動画でもね使う50ミリのアートとかアイシリーズとか最近出たねユートビがねめっちゃ気に入ってるレンズたちをメインテーマでね撮影会とトークショーをねまたやろうと思っております。でそのちょっと先にこの動画の序盤でねあの撮影会のことだけねあの先にね言っといた方がいいかなと思ってんで言うんですけども、あの先着順なんですよ今回。抽選とかがねちょっとなんかシステム上できないみたいで先着順になってしまってて、30名様ね限定でユートビと一緒にちょっと写真をねこのテンレンズたちを使って撮りましょうっていうやつをねあの企画しておりますんで、ぜひちょっと申し込みいただける方はちょっとお早めにいただける方がいいかと思います。でただちょっとねこの撮影会の参加条件が若干ちょっと厳しくって、このヨドバシさんとかのね告知があった日以降にシグマのレンズをヨドバシカメラ全国どこでもいいんですがヨドバシカメラで買った人限定で参加できるみたいな感じなので、ぜひですねちょっとねヨドバシカメラさんというかねあのシグマのレンズねご購入されるね ご予定の方はそのレンズあの買って一緒になんか撮りに参加していただけますとすごく嬉しいなといった所存です。ちょっと詳細はあのなんか概要欄とかあのこのテロップで補足されてると思いますので、ぜひぜひちょっとあのシグマさんのレンズね買って、お越しになられる方はちょっと早めにお申し込みだけさせていただけますと幸いです。ということでちょっとまた次の被写体になっていきたいなと思います。レンズを切り替えていきましょう。次はい、ということで次なんですけどもですね、次はですねこれをね使って撮っていきたいなと思います。 50mm2 本、左がですねアートレンズ 50mm のフチ 1.4DGDN で、こっちのですね右側のやつが i シリーズっていうもうねシグマにしかないようなねこの魅力が詰まったレンズ F 値2ですね。こっちはでめちゃくちゃ描写力の高い方と、描写力も持ってるけどもねこの小型軽量化された質感のいいレンズ、こちらでねあのちょっと同じような構図でね撮っていきたいなと思います。どっちもねめちゃくちゃ魅力が詰まってるんですが、皆さんはねどちらがお好きでしょうか。ということでですね、この上がですねなんかめっちゃね太陽が差し込んでて、ほんで丸い葉っぱがねいっぱいパッとあるんで、すごいこうなんか清涼感のある感じなので、ここをですね逆光で撮っていこうと思います。逆光ほんでねどっちもね開放の F 値 1.4 と F 値2でね撮っていきたいなと思います。果たしてどんだけねもうボケ感とかが違ってくるのか見ていきましょう。ということでここを撮っていきたいなと思います。めっちゃ綺麗。はい、ということでこんな感じの写真になりまして、まずねこれ今出てるのが 50mm の F 値 1.4 のね方でアートレンズで撮った写真です。 F 値がね 1.4 なんで背景がねもうめちゃくちゃトロトロになってめっちゃ綺麗で、こういう葉っぱとかねモミジとかなんかこう折り重なってるようなやつをめっちゃ F 値をね低くして撮るとこんな感じでねもう背景がねすごい不思議な感じになってねめっちゃ綺麗に撮れるんですねこれ。ほんで続いてこっちが 50mm のねこの F 値2で撮ったバージョンですね。 F 値2、どうでしょう皆さん、もうめちゃくちゃ綺麗じゃん。F 値がね2なんで玉ぼけのね形がさっきよりねよりこうはっきりね丸に近づいてると思います。さっきはもうね玉ぼけを通り越してもっとぼかしてトロトロな感じだったんですが、こっちの写真はこうね玉ぼけ感がねよりね強調されてて、これはこれでいいですよね。なのでまあ F 値 1.4 のレンズでもねこの F 値2のぐらいにして玉ぼけ感も演出することはできるんですが、まあそこまでね F 値を F 1.4 とかにしてねそこまでぼけ感必要ないけども、このねサイズ感が欲しいみたいな方はねこっちの方がいいかなみたいなね、そんな選び方もいいかなと。でこのアートレンズはユートビねあの動画外でめちゃくちゃねちゃんと検証したことがあるんですが、もうほんまにすごいです。マジで完成されてる。ちょっとだけねサイズ感がねなんかねまあなんか大きいかなとかはね思われがちなんですが、このサイズにすることによって逆光耐性とかあのパープルフリンジ全然出えへんとか、ほんまにねもう圧倒的レベルでめちゃくちゃ綺麗に撮れましたこのアートレンズは。なのでほんまにねシビアにそこまでこだわってる方に関してはねほんまにもうね自信を持っておすすめできるのがこの 50mm のアートのレンズですし、もうちょっと気軽にね見てください、この見た目ですよ。見た目もねめっちゃ可愛くて質感も良くて、ほんで小さくて軽くて、この辺のねあのね絞りリングとかもねカチカチっていう感じでねこのねフィーリングとかも楽しみながら写真をねじっくりこうねあの撮り回ったりするのが楽しみたい方に関してはこのね 50mm の i シリーズもめちゃくちゃおすすめで、好みユートビの好み的にはもうこのほんま i シリーズね
めちゃくちゃ大好きなんで、ぜひともですね、ちょっとそのイベントで来ていただいてですね、手に取ってね、触ってみてほしいなと思います。ほんでさっきそういえば日付とか言うの忘れてましたが、6月17日、来月6月17日の土曜日にヨドバシカメラのね、梅田でイベントをします。で、第1部はちょっとね、さっき言った通りね、購入者さん限定でね、30名先着様でね、撮影会、ゆうとびと一緒に写真撮ったりとか、60-600mm でゆうとびを撮ってくださいみたいなね、そんなね、ちょっと面白そうな企画もやりますと。で、午後にね、第2部としてね、トークショー、こちらに関してももちろん参加費無料の予約とかもなしで、もうお気軽にね、ご参加いただけるね、イベントにね、しております。で、内容はね、このシグマさんのね、今日紹介するレンズについてゆうとびと司会者の方でなんか喋るみたいな感じにはするんですが、ちょっとそのね、トークショーなるべくちょっと早めに終わらせて、最後なんかね、ゆうとびと、こうやってね、お見送りとかもさせていただきながらね、なんかハイタッチとかしてお見送りとかしたいなと勝手に思っておりますので、できればね、一人一人とね、写真とか撮りたかったんですがね、ちょっと時間の関係でそこまでは無理ということなんですが、ちょっと最後にバイバイ言うてね、ハイタッチとかはさせていただけるみたいなので、ぜひともちょっとね、会いに来ていただける方、来ていただけますと幸いです。ほんでまたさ、200-300人ぐらいは集客をしないとガラガラな状態になってしまうぐらいね、めちゃくちゃ広い会場でさせていただきますんで、ぜひぜひちょっとご都合合う方来て、会いに来ていただきますとすごく嬉しいです。買い物ついでにフラットでもね、全然 OK なので、ぜひご参加ください。椅子が多分150席ぐらいと、ほんで立ち見席が後ろにバーって並ぶみたいな感じになります。ということで、最後ね、この見て、この小さい、このね、可愛くて、もうゆうとびが今ね、一番好きなレンズと言っても過言ではないね、レンズ 17mm の F4 のこの i シリーズのレンズを使って最後写真撮っていきたいと思います。ということで、次、はい、ということで最後なんですけども、最後はね、こちらですね、こちら i シリーズの 17mmF4 スナップ写真とかにもうね、もう打ってすけのね、めちゃくちゃ可愛いレンズですね。こちらもうこのサイズ感と質感と見た目だけでもね、買う価値はあるんじゃないかっていうぐらい、めっちゃユートビアね、もうお気に入りのね、おすすめできるレンズ、可愛すぎん、このレンズマジで。でもね、このサイズ感で 17mm なんで、なかなかね、こう変わったね、写真が撮れるんですね。めちゃくちゃね、とにかく小さくて撮り回しが効くんで、サクッとこうね、カメラにつけて、なんか赴くままに目の前の景色撮れば、自然とね、こう肉眼では見れないような写真がね、撮ることできるんですね。なのでちょっと最後はね、そういう感じのイメージで、あんまりこう主題副題とか決めずに、この辺のね、緑の感じをサクッとね、撮ってみたいなと思います。ちょうどまあ太陽が向こうなんでね、逆光気味でなんか綺麗そうなところをね、切り取ってみたいなと思います。この辺のもみじ綺麗もんな、この辺撮っていくか。ということで、ちょっと何枚かパシャパシャと適当にいっぱい撮ってきたらいいなと思います。はい、ということで、こんな感じの写真になりまして、横構図でね、なんか太陽綺麗やったんで、適当にこうファインダー覗きながらね、これファインダー覗くっていうのがね、またいいんですね。ファインダーを覗きながら光をね、捉えながら撮ってみました。奥の方のもみじにね、光が当たってて、そこがめっちゃ綺麗かったんで、そこをね、強調させるためにあえて手前にね、こうもみじをね、額縁構図で入れると。ほんで 17mm の広角なんでね、その手前に入れたやつがめっちゃ大きく映って、 F4 でぼかしてるけども、ちゃんともみじってわかるぐらいのボケ感で、ほんでこう奥になんか視線が誘導される感でね、撮ることができました。いや、こういう感じの写真もなんか最近ね、ちょっと目覚め出して面白いなと思ってね、やっぱ小さくて軽いは正義やなって思いますね。これほんまに可愛いもんな、このレンズマジで。モニター見て撮んのもいいんですが、なんかなんとなくね、ファインダーを覗きたくなって、ほんで F 値もなんかクリクリっとね、この辺でね、こう回してじっくり時間をかけて、なんかぼんやりとね、撮りたくなるようなイメージですね。これ i シリーズいいわ、 i シリーズ好きやわ。ということで、もう撮るものないので、最後イベントのね、詳細ちゃんときっちりとね、お伝えして終わりたいなと思います。ということで、終わります。はい、ということで、本日はね、このね、シグマさんのレンズを使って写真を撮りに来たんですけども、皆さんいかがでしたでしょうか。で、イベントの、詳細をね、最後ちょっとお伝えさせていただきたいなと思います。6月の17日土曜日に、ヨドバシカメラマルチメディア梅田のですね、地下ホールをね、貸し切りさせていただきまして、そこでですね、ゆうとびかけるシグマさんでイベントをさせていただくことになりました。もう本当にありがとうございます。で、第1部は、先着30名様限定、かつ、この日付の後からシグマのレンズを
レンズをヨドバシで買った方限定で参加できるゆうとびと一緒に写真撮影楽しみましょうっていう回でございます。大体まあ1時間から1時間半ぐらい一緒に写真撮ったり一緒にもうこっちの写真撮ったり楽しく過ごせればなと思いますんで、ぜひその購入タイミングとかいろんなタイミングが合う方はねぜひ参加いただきますと幸いです。で第2部が午後から今日使ったねレンズたちをメインにトークショーをねさせていただこうと思います。こっちは予約とか申し込みとかなしで大体もうほんま 200-300 人ぐらいは入れるところなので、ぜひぜひ皆さんねちょっと会いに来ていただけますと幸いです。あのトークショーの最中も写真撮影自由なのでなんかいろいろ写真撮ってあの後でツイートして見せてください。写真自分の写真さ珍しいんでね嬉しいんですよ撮ってもらえるの。ほんでちょっと最後はなんかハイタッチとかなんか握手とかしながらお見送りあさっていただければなと思います。そしてですねあの最後にちょっとこのトークショーのその当日にシグマさんのねレンズを購入された方限定でゆうとびと一緒にちょっと写真撮ったりとかなんかサインとかもなんか書かせていただいたりとかで、シグマさんのノベルティをねその場でお察しできたりとか、ちょっとそんなねその日は特典付きでね購入することができますんで、ぜひちょっとね直近でシグマさんのレンズをね買うご予定がある方は当日来ていただきますとちょっとプラスでおまけみたいな感じでおまけゆうとびがついてくるので、ちょっとそこに魅力をもし感じられる方がもし万が一少しでもいらっしゃいましたらその当日にねあの購入いただけますとすごく嬉しいです。ということでヨドバシ梅田さんのやるねイベントはちょっと2回目なので、果たして今回もね人が皆さん来ていただけるのかっていうのがちょっと若干めちゃくちゃねあの不安になってきたんですが、ぜひぜひあの会いに来ていただけるとすごく嬉しいので、あの助けに来てくださいゆうとびをガラガラとあんま寂しいんでということで、ね、もう自然しゃべることないので帰れたんだと思います。イベントの詳細は概要欄ぜひご覧ください。6月17日お待ちしております。楽しみ、さよなら、バイバーイ。